もういいんじゃない、たまには。そうだ、そうだよ。ちょっと大丈夫、あ、ちょっとそれ何ですか。これ LC さんのキャラクターですよ、うん、LC さんのキャラクターで、よいしょ。はい、これ LC さんのキャラクター、かわいい。何ちゃん、ラブちゃん、ラブちゃん、かわいい。足のところにラブってなってます、うん、いいね。これはですね、お、LC のブログのマスコットキャラクターです。書いてある。で、ハリネズミ、ハリオと羽をアンジェラ、羽をとアンジェラです。羽をとアンジェラです皆さん私はこの名前の真意はよく分かりませんけど、羽をとアンジェラですそうだ、ちょっと座ってもらっていいかな、もう。あ、かわいい。でもこれあれだよ、うん、こっち女の子の方のアンジェラはですね、うん、3月3日生まれ。こっちです。血液型はね、いちご型っていう。そうでしょ、うん、だったら誕生日1月5日でもいいんじゃないかと思うけど、あの、でも3月3日ね。女の子の日ですよ。そう、体重はね、いちご15個分。お、いちご15個、うん、あれ、なんかどっかで聞いたことあるよな。住まいはですね、日本橋に住む。渋い。羽は、うん、羽はですね、8月10日生まれ。なんでハット8月10日、うん、で、あと血液型はですね、チューリップ型。お、なんでチューリップなんだ。それで、あの、17センチ。何が？身長。身長17センチ、うん。で、体重はですね、チューリップ17本分。結構ないかって言われる。結構あるよ。チューリップの根っこを入れるかどうかにもよってくる。入れないパターンだよ。入れないパティンかな。パティンね。うん、で、あと、冷静なのに涙もろいというところがちょっとチャームポイントになってます。で、ブログにも出てきてるので、皆さん、よろしくお願いします。どうですか、 LC さんのブログのマスコットキャラクターなので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。羽男とアンジェラ、羽男とアンジェラ、よろしくお願いします。羽男とアンジェラ、あ、よかったよかった。そう、これも紹介できたわ、嬉しい。名前の由来はあるんですか、羽男。名前の由来は特にない、うん、特にないです。名付け親はって言ってるよ。名付け親は、うん、スタッフです。スタッフさん、 LC さん、 LC さんです。今日の人ではないです、うん、そうなのよ。そうな、特にないって受けるよね。でも逆にみんなちょっと注目してみて、うん、ブログ見るときとかに、うん、